皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみ、大狂乱にどうしても勝ちたいウプ主のミーです。すべての敵を倒したいバーサーカー霊夢です。毎度おなじみ今回も勝ちたいマリサだぜ。ということで本日もおなじみ、スイッチ版ニャンコ大戦争を実況していきたいと思います。今回からいよいよ大狂乱のリベンジね。前回ネコムーと第三形態をゲットしたから期待できるぜ。とりあえずこのメンバーでやっていきましょう。挑戦するのは大狂乱の猫の鳥。大狂乱はコンティニューできないから一切甘えられないわ。それじゃあニャンコ軍団、出発進行。いきなり奴が出てきたわね。なんつうまがまがしいオーラだ。どんな感じなのか様子を見つつ出していくわよ。一撃で吹っ飛ばされるのは悲しいな。結構な攻撃頻度、これはどうするか。やっぱり時間を止めてその隙にダメージを与えていくしかないと思うわ。とにかく猫を耐えさせてはいけないぜ。オラオラー、進め進めー。え、なに、今日お祭りか何か。大狂乱祭りだ。まったく楽しくない祭りだぜ。ここで厄介なトナカイ登場。こいつは面倒だ。早いところ片付けないと全滅させられちまうぜ。いけ、猫ムート。嘘でしょ、猫ムートがあんなに簡単に。諦めるな、まだ勝負はここからだ。おいおい、随分と楽しそうな奴がいるな。あいつは腕ながらんね。絶対そんな名前じゃねえ。トナカイを倒して少しずつですがダメージを与えています。鳥を倒せなくても城に攻撃が通れば勝てるわよ。そうだな、城さえ壊せば勝利だぜ。それにしてもこの場に留まらせておくって結構すごいよね。前まではどんどん攻められてただろうな。ネコムートを加えたニャンコ軍団はかなり成長したのよ。使用してきたからね。くっそー、全然前に進めない。やったー、ついに倒したよ。攻撃力が高かったから不安だったけど倒せてよかったぜ。これで第三形態ゲットだぜ。続いて、泣きに泣かされたライオンネコに挑戦です。こいつ、一体ならなんとかなるけど、大群で襲ってくるのよね。あのライオンの大群をどうさばいていこうか。あっちが数で来るならこっちも数で対抗するしかないんじゃないか。時給500円、週休2日、放課後、家事の合間に働けます。時給低すぎる。嫌だったなライオン。ライオンの弱点って何？不健、真面目に答えなくていい。いや、こいつの強みが腹筋なんだし眉間はないわ。目玉ね、どうするつもりだ。サイバ猫が楽しく踊ってくれています。今までサンバ猫なんか入れてこなかったけど、攻撃頻度が高いからいいな。あら、出撃上限に達したわね。なんとしてもこのメンバーでライオンを抑えるんだ。来たわね、こいつらを倒さなければ負けちゃうわ。頑張れ、ニャンコ軍団。なんて強さだ。この攻撃の勢いと数、どうするのこれ。鬼を切ろうとしたかって焼きそば画面までで敵だった時みたい。どういうこと？流れ込んでくるとはまさにこのことね。もうやめろー。そして敗北どうするのが正解だったんだ。メンバーはいいと思うんだけどねー。あの大群の裁き方が問題だよね。かなりの数出してたのに秒でこっちが負けたからな。何がいけなかったの？顔、ビジュアルの問題じゃねー。性格、年収、身長、巻き込んだよ。オーラじゃない？もっと威圧的な感じで、どうにもならねえ。時間を頻繁に止められたらもっといいと思うんだけどね。フリーザ様、もっと仕事してくれない？時間を止めるにはとんでもない力を使うんです。そうか、じゃあフリーザ様に10体とか出せない？出せない。さあここからが本番だ。少しでも倒して勢いを弱めて。ネコムート、確かにパワーは凄まじいけど。そう、こいつらのパワーも凄まじい。突破するきっかけが作れたらいけるのに、全然隙を見せないわ。みんな負けないでー。ライオン以上に数出してるのに止められないのか。そして次から次へとどんどん来るライオン。ここは地獄かな。こいつはマジで強い。勝てる未来がなかなか想像できないわ。あまりにも勝てないので、メンバーを調整してきました。さっき倒した猫の鳥の第三形態を入れてみたわ。即席感あるけど活躍してくれればいいな。勝負の時までしっかり準備しましょう。今回で勝って屈辱を晴らしたいな。ライオンがもう出てこなければいいのに。猫の鳥、頑張って、あれだけ強かったんだからいけるよ。早速一体やられちまったけどな。ここからが勝負、アタッカーたち、きつねえ。これ抑えられるの？ん、ニャンコ軍団蹴散らされてない。抑えてる。
信じられねえ、あれだけ母国化やられてたのに。すごいよ、ここでライオンを倒せたら進める。少しずつ進んでるわ。いける、これなら勝てるぞ。何が活躍しているのかわからないけどすごいよ。猫の鳥と上半身猫が食い止めてるみたいね。ようやく突破口が見つかった。本当に危なかったわ、間一髪って感じね。このまま前進してライオンを倒していこう。この上半身猫もかなり強いな。範囲攻撃できるしすぐに出せるのが強いよ。あれだけ頑張った猫ムートは。一応活躍してくれたよね。まあ猫の鳥倒せなかったらここで使えなかったしな。結果的に活躍してました。あれだけいたライオンがすっかりいなくなってる。すごいわ、絶望的な状況をひっくり返した。これで終わりだー。いっけー、城を壊せー。やったー、ついにクリアしました。これはマジで嬉しいぜ。今日はお祝いね。ワンナップキノコを取るコースみたいです。なんだ、そんなの楽勝よ楽勝。楽勝だといいんですが。緑キノコくんを取るのなんて朝飯前さ。さすがはマリオ、サクッと取ってゴールしよう。まあこいつのことだろうとは思ってたわ。そうですね、ゆるーく見てましょう。あ、左にキノコくんたちが。よ、僕がこっちに移動した途端に落ちてきたんだけど。踊らされてるわね。カッカッカッカ、お前が欲しいのはこのキノコだろ。こいつは買ってやってるな。覚えとけよ、次会った時はお前をバラバラにしてやる。マリオだけは煽ってはいけません。なんだこのスイッチ。どうして僕が出て行った時に来るんだ。しかもどこからともなく現れた放題に邪魔される。こんな嫌がらせなかなかないわよ。これ自分がやられたらムカつかないでいられる自信ないです。あ、今度こそ取れるんじゃない。いただきまー。あれよ、クレーンゲームでめっちゃ取れそうな位置に置かれているのに取れないやつ。ああ、確かにそうかもね。今度こそ。もういいや。これ最後までキノコ取れないんじゃないの。きっとゴール間近でようやくゲットって感じでしょうね。もう僕は期待しない。たとえ取れそうだったとしても絶対に騙されないぞ。ほらね。なんかかわいそうに思えてくるわ。おお、ここに来てようやく。もう何度騙されたか。あとはゴールするだけよ。死んでたまるか、絶対に死なないぞー。死ぬと思ったら大丈夫だったわ。なんかがっかりしてない。振り回される人生は疲れるということを学びました。当分キノコはいいです。